あ、取れた。見せて。これ。うわ。入ってあそこ？うん。履いていいよ、ザッと。なんか足跡が鶏の足跡。発酵してるから、お腹の中で発酵したらガスが溜まるから、最近ね、やっぱ上げてるから、ここにちょっとずつ上げてて、ちょっとガス溜まりにくいかもな。顔を上げるときに当たるんだ、そこ。これを高くして、こういうふうに風にね、落ち着きがないよね、マジ。ジャージーは。だいぶ量減らしてるんやけどな。
ギリギリ届くからいっぱい入れたらんと。寒そうで最初ブルブル震えてて、うんことかおしっこ出るように、あ、おしっこしてる。あ、これじゃダメだな。桃の上に俺座って撫でたりいろいろしてるから大きくて力強くてね、
してお願い。下から取ったらいい。もうなんか家族感がみんなそっくりで、どう？
やめとく。やくん、シャンプーが臭くって。夜間で大丈夫やな。まあ、今ストーブも火消えちゃった。玄米餅がちょっと硬い。お味見してんの。私さっき掃除してちょっと食べた白餅。火がないの。おきびも垂れちゃった。うん、美味しいね。出たけど、うん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 、土
石を本当は土の中のあんまり食べないんですけど、食べたら切れ味がいいわ気持ちいい。見てみよう。この間で出てたんだよ。見てみようか。うん、信号信号、そうそう、いいね、いっぱい入れちゃおうかな。水をかけながら、具だくさんだ。よし、火入れようかな。どんな、あ、ごめんな。
ちっちゃい子たちはさ、いないですよ、もう女の子。泣いてない。あれ、誰か呼んでる？盛り上がってここできたの？人参は、うん、あのね、もうね、伸びかなかったから、うん、桃江ちゃん、嬉しいけど、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、森ちゃんのこの間の納豆も美味しい。いつも安心して美味しくいただいてます。リンゴちゃんとボケ始めた。すごいな、そう、あ、いろいろ。あ、これをじゃあ今度作りましょうか、あのマーチのね。あ、もしかして桃井ちゃんの食べてるよ、リンゴの芯と、あの大根の皮と。大根と何でもですか？冬は結構もう野菜なんて食べないんだけど、全然。そう、あ、大根ぐらいは食べる。しんちゃん、ここここモックみたいです。心配しなくて、そのくらいならいいのか。そこから見えるよ。むーちゃん見える？見える？見えるかな。むーちゃん、もうちょっと前行って。むーちゃん見えるかな。寝てる、寝てる、見て、寝てる。しんちゃん、しんちゃん、赤ちゃん見えた？そうなんだよ。その姿勢気ならないと見える。ありがとうございます。タネちゃん頼んでいい？あ、ごめんね。すごい素敵。これやめとこうかな。はい、これちょっとさ、さっきさっき、はい、どれだ。ありがとう。いっぱい出してきた。これを取ります。それが、これが、あ、これ、これでも、どれでしょう。でもいっぱいやってた。余分に一つ持っていたので。はい、はい、お母様、お味噌汁、あちち、あちち。トムくん、違う。ご自宅じゃん。ごめんね、ご自宅使わないんだけど、大丈夫。パンですか。ご自宅さんは、トムくん、食べれないよ。つけたっけの記憶が来てるかい。みんな卵があるとさ、どうしたお弁当なんだね。いやもうあのなんていうの、一緒で。お汁美味しいです。美味しい。みんなが、お母さんくんもある YouTube で見た。そんな配信してて、そのあとあげたって。まあじゃあげてないんだから。タナちゃんは12歳で入れて、そう、6時に。主でよ。うまい、うまい、うまい、うまい。
ってなってるのか、うん、あーね、本当だ。なんかゴミが入ってるよ。あ、まあいいか。すごい。